おーい。キンコンカンコン。いやー、大相撲見たなー、ダゾーンで見たなー。いやー、シーズンが終わったっていう感じで寂しいけども、次気になることっていうのは遺跡だよな。でも遺跡のこと気になるけど、俺なんかやら何も知るよしがないからな。え、なんだ、なんか書いてあるぞ。遺跡考察。あ、これはひょっとして弥勒館マンデーライブが始まる。どん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 、先生先生、どんどんどん、先生なんか書いてありますけども、これ今日はこれやってくれるってことでいいんですか？そうですね。谷君の話をじゃあ1時間半やっていきたいと思います。ありがとうございます。お願いします。遺跡の話ね。始まりました。弥勒館マンデーライブ、マーチャムでございます。そしてゆうたそです。よろしくお願いします。いや、MVP はね、レアンドロ・ダミアソの方がね、なりましたけれども、皆さんご覧になったでしょうか。J リーグアワーズ2021ね、見ましたでしょうかね。立派な皆さんと人格者といいますかね、カッチェでございましたね。そうですね。感動いたしましたけども。ダミアソさんとあと、ゼンドットさんがね、和装で登場されましたね。あ、そうでしたね。似合ってましたね。和装、紋付き袴のね。ねえ。確かに本当そうでしたけれどもね。よかったね、皆さん。こんなふうにご覧になりましたか。それともこれからなんでしょうかとね。ということでございますけども、今日は遺跡のお話ということで、やっぱオフに入ったわけですから。そうですね。もう日に日に移り変わる、この情報。そうなのよ。ね。うん、今日も教えていただきたいなと思って。じゃあまあせっかくだからまずあれかな、じゃあもうこういうのどう思う、ちょっとじゃあ報道されてないやつまでちょっとこう喋るから、みんなちょっといろんな自分のみんな友達も連れてきてよなんて、そんなこともなんか声かけしておき。あ、なるほどね。じゃあリツイート、どうでしたね。皆さんよろしくお願いしますね。おいちゃんさん残留だぜ。おいちゃんさん500円ありがとうございます。ナイスパーでーす。拍手に涙ありがとうございました。あ、そうだったんですね。いやありがとうございます。どうも。JSD 最優秀実況の井上真さん、こんばんは、ありがとうございます。あら、おめでとうございます。俺ずっと見てたけど、そんなんなかったけどな。ありがとうございます。ありがとうございます。あなたの心の中のね、ご褒美いただきましてありがとうございます。あなたの心にゲーゲンプレスみたいな感じで言うじゃないですか。可愛かったですね。今日もね。ね、かげちゃんね。いや、すごい質問がいっぱい来てますね。具体的なお話がこうはこうです。これ今こうですよみたいなね。さすがに今ざわざわしておりますということですね。そうなのよ。ひろともさんありがとう。ありがとうございます。いやもうね、僕の元にも続々と遺跡情報が集まってきたんですよ。あ、そうです。あ、村上さんグルージャおめでとうございます。おめでとうございます。そうなのよね。はい。ただまあね、ただちょっと今年例年とちょっと違うのが、なんか一気に出たと思わない？一気に出た、本当そう。なんか5、60人一気に出たじゃないですか。本当追い切れないぐらい出たよね。そうだから皆さんなかなか分かんなくなってるんじゃないかなと思うんですけど、それも含めてちょっとね、今日はやっていきたいなと思います。本当ですね。楽しみよろしくお願いします。お願いします。まあ資料はね、これから基本的に遺跡のものだけこれから出していくって感じなんだけど、まあやっぱりなんか MVP ダミアンが取ってさ、まあさ皆さん。そしてダミアンはね、残ってくれるわけですから、来季とね、そう、川崎との契約はしてるから、移籍は彼はありませんよ。そうですか、まあね、いいチームですからやりたいでしょう、ダミアソも。そうな、ダミアソさんもね。でも、ただね、今日ベスト11に選ばれた中から、どうやら、お二人は、セルティック。ああ、そっか、旗手選手。と、和装の方と。和装の方もセルティック。そうですか。あとは井出口さんもセルティックということで、まあ今日ね朝我々動画出しましたけれども、そうですね。そうなってくるとちょっとね。ネブル GBT さん、もう遺跡多くて分かんないので弥勒館に任せます。お願いします。一手にね引き受けましたので。あとなんか序盤とかの動画配信始まる前からこれが一応多いので先に言ってきますけど、絶対に上腹ベルディはねえと思ってます。あ、ねえ。とだけ。ねえと思ってます。ない。ちょっとにわかにね、騒がれたんですけど、そうです。俺が上福さんの話で外すはずがねえと思ってるので、絶対にね。なぜか情報通なんですよね。絶対にないと私は思ってます。行きたいなと思います。詳しく聞きたい方は今月ね、まだちょっと日付とか決めてないんですけど、奥座敷の方で話したいですね。そういうところはね。奥座敷はもうちょっと多めにやってもいいんじゃないですか。なんか2回やってもいいかなって思ってます。ぜひペーパーシップ入ってください。これね、こんなにガチャガチャ一気に出てくると思わなかったし、これ言いたいけどなかなかね。いや、そうなんだよ。アーカイブ残すのもっていうことは奥座敷でやらせていただきます。そう、マーさんにもちょっとだけ俺共有させてもらったね、遺跡の情報とかあるんだけど。情報先生から僕も聞いてますよ。あれは絶対に公開しちゃダメじゃないですか。そうなんですよ。サッカー関係者とねご飯食べたから危なく言いそうになりましたけど。危ねえよ。マーチャムダメ足そうって思ってやめました。さすがにうまいな。そうなんですよ。そうなんですよ。あと先にちょっとこれはもう伝えていいかなってのがあるので、実は今日ね、アウォーザーさっきね MVP だったりベストね監督賞の方とかだったりベスト11とかも発表されましたけれども、我々今年もちょっとアウォーズ参加させていただきましてというか、そうですね。はい。実は我々も今日ね。緊張しながら一仕事こなしたんですよね。そうなんです皆さん。タキシードこそ着てないですけども。そうなのよ。かげちゃんの中に入ってたの先生です。ね、チャック後ろでね入ってた。かげちゃんってそういう存在だったんですね。そうですかね。なるほどね。そう、たくらくんちょっと待ってね、ナイスパレスありがとうございます。ありがとう。後で読ませていただきます。はい。なんでそう先にちょっと去年はね。那須大輔さん、そしてみおちんともかずさんとともに佐藤優斗さんに我々インタビューさせていただいたんですけれども、厚労省のインタビューですよね。はい、はい、今年はさすがに7人いらっしゃったので、はい、全員ってわけにはちょっと時間的にもいかず、お一方にインタビューさせていただきまして、皆さんの中のお一方にね、我々なんとインタビューをね成功しております。今日ですね、舞台の出てくる前にですね、我々はオンラインでつないでミロアカ動画をね、ミロアカと言いますか、ね、割り当てていただいた厚労省動画を撮っております。はい、誰でしょうか。でけ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 でとボケようがないのでボケませんよ。はい、あの中から我々がインタビューさせていただいたのは佐藤久人大先生です。いやー、素晴らしかったですね。面白かったですね。いやー、もう本当に面白かったですね。人格者でしたし、お話も上手にねしていただきましたし、非常に笑わせていただいたっていうね。いや、すごかった。もう皆さん見てください。すごいひょうきんな方なんですね、佐藤さんね。そうですね。ある意味これミルワカじゃなきゃ取れない形のものができましたよね。そうですね。絶対にミルワカ以外じゃ絶対にできないことが。まさか久人さんからあんなフレーズが出るとは。そうなんですよ。一言目だったんですよね。いや、嬉しかったですね。ちょっと期待しといてくださいね。めちゃくちゃ嬉しかったですね。そうなんですよ。ありがとう。なので、佐藤ご兄弟と2年連続インタビューにね、させていただくっていうことでね。それ先立って昨日ね、優斗さんに去年させていただいたミルワカ佐藤優斗で調べていただくと出てくるんですけど、去年の動画もなんか楽しかったですね。あれもう一回見てほしいな、まだ見てない方ね。特になんならですけど、それこそ今週ね、我々その久人さんの動画も出すけど、それ見ていただいた後にあえてもう一回優斗さんのを見てもらうと、ちょっと2倍楽しめる感ありますね。2部作になってますからね。そうなんです、そうなんです。ぜひ皆さん見ていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい。いや、先ほどのスパチャありがとうございました。タコネンさん600円。昨年去就注目されていた大崎ですが、大崎レオ選手ですかね。インスタ投稿の際、英語の後に NEXT YEAR と書き、ハッシュタグあえて最後は大文字で追加したので残留濃厚なのかなって思ってます。ああ、なるほどね。あとアンドレスさんがフライングでTJ にありがとうとストーリーを上げてしまいました。以上、公平情報でした。いろんなね、そうなんです。なるほど、なるほど、ありがとうございます。はいね、ありがとうございます。対応とスパチャしてくれてありがとうございます。タコネン君ありがとうね、いつも。ありがとうね。そうなんでございますよ。ありがとうございました。ね、まあそうなんですね。そんな神戸の話もしますけど、まあいろんな考察を。はい。していく考察ということですね。75分ぐらいやりていきたいなと思いますので、わかりました。よろしくお願いします。毎日これね、サッカーニュースサイト開いたら何ら書いてますけど、そこにまだ載ってない情報なんか今日あるわけですね。ある。あるんですよ。あと、ただ一応皆さんプラスちなみになんですけど、まあ今ねもう1000人も超えて一応知っておいていただきたいっていうのが例年あって。あ、皆さん J1 だけじゃないですよ。J2、J3 のロゴもありますからね、当然。あのね、例年一応なんかね、軽いルールっぽい感じらしいんですけど、アウォーズの翌日はあんまり出ないっていう。あ、そうなんですか。うん、まあだから、それこそあのメディア的にもアウォーズの記事を出してほしいっていうところがあるからだと思うんですけど、メディアでリーグ的にか。なんで、明日の朝はあんまないかと思うので、あくまで今日今から話してか話を、とりあえずまとめきり、頭の中で整理していただければ、ひとまずはここまでのもの、いわゆるシーズン終了終わりましたって段階の移籍情報に関しては、まあ OK になるんじゃないかなと、なるほど、はい、思います。次出てくるのが水朝と思っていただければ、はい、かなと。はい。ってことで、あと、プラス最後に忘れてました。明日、12月7日なんですけれども、その朝じゃねえや、ごめんなさい、16時に、来月行われます、日本代表国内組候補合宿のメンバー発表がありますので、これも大注目ですね。そうなんですよ、そんなところも踏まえてこの今日のねやつ見ていていただければなと思うし、明日我々にできるだけ考察してくださいよ、明日。もちろんそれもやりたいなと思います。やれると思う時間。あとそしてあと私からお知らせラストです、こちら。ネクストジェネレーション。来ましたよ、来ました。はい。こちらに関しても、12月8日に、ゴールさんと、ミルアカで、いろいろね、リリースさせていただきますので、こちらもどうぞよろしくお願いいたします。もういろんな選手が、ここに出てますけどもね。そうなのよ。こういう若手選手を紹介するコンテンツということね。やっぱね。おい、井上康生ってなんかおかしくなっちゃうけれども、谷マーカー。井上康生、柔道の監督になっちゃうからね。すいません、ちょっとネクストチェーンにどうしても今入りたくて。そうですよね。じゃあまあ、順番通りというかね、まあいろんなところをまあ行ったり来たりしながらになりますけど、まあいろいろ見ていきましょう。お願いいたします。いろんなところあると思うんですけども、ここから皆さん、150人、200人の方々、いきますよ。アーカイブの方もよろしくお願いします。ありがとうございます。一番最初はまあ、ここから行きましょうか。札幌、はい。移籍、あ、こういう感じでやってくれるんだね。もちろん全チーム作ってます。おー、すごい。来週までにはいわきもできてると思いますけど、来週はデータバーでやろうと思うんで。ナイスクレイジー。さすがですね。これ今シーズンもうひたすら更新していきますから。よろしくって。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。これだけ見たら分かっちゃうわけですね。大体が今の現在。せやねん。ってことで、まずね、これ、味方なんですけど、左上が移籍のもう確定アウトですね。まあ、てか、左側は、あれですね、アウト系、青がアウト系で、赤の方が陰系でございます。で、上が確定のもの、下が噂のものと思っていただければと思います。よろしくお願いします。で、まあ、J さんはね、札幌抜けたってのがあるんですけど、まあ、下ですよね、問題は。噂アウトのところに選手じゃない方が1名だけいらっしゃいます。はい、野々村社長。びっくりしたんですよね、今日ね、みんなね。なんと、最終戦終わった時に、金子拓郎さんに向かって野々村社長が、お前残るよな、なーって言いながらサポーターの方と共に、残るってーみたいなことやってた、まさか野々村さんの方がアウトになる可能性があるとのことで。チェアマンになるんですか？正解。マジで？今のところ報道だと。嬉しい。そうなんだ。ね。ただ一応 J リーグとしては、J リーグが出したものじゃねえからなっていうのだけは今日昼にそれ記事ちらっと見た。そういうことだったんだ。朝に新聞社がね、J リーグが公式に認めたわけじゃないけど、否定もできないよねってこと。そうなんですよ。うわー、すげえ。これすごいよね。いや、これ札幌の皆さんはね、複雑というか残念というか寂しさもあると思うんですけど、なんか僕は嬉しいな。そうなんですよね。まあちょっとどうなるかまだ分かんないけれども、これはだから札幌での功績が認められたってことだから、これは札幌の皆さんよかったなっても思うのと同時に、有能な人が持ってかれるわけなんで、複雑ではあるんだなと。でもまあチェアマンだったら札幌勝ち点4からスタートでもいいじゃない別にね。いや本当だよ。チェアマンが決めちゃえばいいんだもんだって。本当ですよね。そこになってバカバカ食べだよ。はあ、すごい。そうなのよね。でもなんか新時代の感じもするし、やってくれそうな気もするしね。そうなんです、ね、まだどうなるかというところはありますけれども、まあ、他で見ていくとセレッソから実は、ちょっとオファーがあったと報道された、菅ちゃんこと、菅大輝選手、はいはいはい、なんですけど、もう残留決めたとのことで、移籍は俺はしねえぞということになった。これは安心ですね、札幌の皆さん。そしてある意味移籍系の初の報告みたいな感じだったのがね、神戸が金子拓郎を狙ってるって話がありましたけど、こちらも行かねえとのことなので、だから札幌は今のところアウトは社長って感じになるのかなというところでございます。これはアウトというよりは何だろう、すべてを包み込む見に行ったってことでしょ。そうですね。札幌も含むところに行くってことでしょ。ある意味こう昇格みたいなところなのかなと思いますね、ここは。で、そして今こう出てきてるのがインの方ですね。いやこれすごい、マジですか。やっぱ夏もそうでしたけど、やっぱ興梠さん。コロキ来ちゃえばねえ。とても寒い時、ある雪も降るけどカニ美味しい、いくら食べたい、コロッケ来ちゃいな、どうもありがとうって来ちゃったのかな。うめえなミシャ、それで来ちゃったのかな。ミシャとうまいですけどね。まあでも分かりやすいのはこれ J さんのところにコロッケさんってなるんでしょうから、そうだね、これはまあ分かりやすいっすよね。そうだね。でもだからこう考えてくるとさ、みんなよ、そしてマーさんよ、すげえなと思うのが、そのさっきの金子拓郎さんに関しては、まあ大卒2年目でそれこそ海外だってありえるぐらいにこうね、やっぱ今年も優秀選手賞選ばれましたから、それぐらいの選手がお金結構多分もらえると思うんですよ、神戸行けば。そうですね。それにもなびかず、俺はここで頑張るんだ、やっぱ主力として全試合出てっていうことに、やっぱりこうあれじゃないの、やりがいあるってのもあるでしょうね。札幌にも愛があるんじゃないですか、もちろんね。そして大レジェンド興梠さんがやってくる。はいはいはい。これは札幌としてのこうレベルアップですよね、クラブの。やったーっていうところがこれはあるんじゃないのかなと。なるほどね。私は思いますね。チキン札幌店ができるんじゃないかとね。できるでしょう、それはできていいでしょう。そうですね。あとはちょっとここに書いてないけど、あと気になるのは夏にも海外からオファーあったんじゃないかって言われている田中俊太さんの動向がどうなるのかっていうところとか、これはもう毎年3年来ぐらい言われてますよね、2年3年。そうなんですよね。ていうかそれもね、やっぱね、大学生時点でね A 代表になった人ですから、逆にそういう話がない方がおかしいので。そうなんですよ。あとはちょっと中国リーグが大変だからっていうので、アンデルソン・ロペスさんが帰ってくるのかどうかってところとか、やっぱ鈴木武蔵さんがどうなるか、そのあたりはね注目なポイントにはなるのかな。あとレンタル組のバックとかがどうなるのかって話にはなってくるのかなと思います。ワクワクが続きそうですね。でございますね。ルーキーなんかもいいルーキーなんでしょ。そうなんですよ。もうこの井川君、田中君あたりがね、だからそれこそネクスト金子、ネクスト高峰な感じになってくると思いますから、これはもうみんなでもうちょっとよだれ垂れちゃうかもしれないですけど。ね、2年後のだから優秀選手候補でしょうね、リーグのね、そのレベルだねってので楽しみにしたいですね。食べに行きたいな、一回行こうね。これだからこうやっていろんなチームこう呪術だけみたいな感じで今日やっていこうと思うので、僕もまだこの札幌からスタートしようは決めてたんですけど、それがここから皆さん、私何も決めてないんで、今ゆっくりいきましょうね。お願いします。続いて浦和。あ、順番はもう北からとかじゃないわけね。もう適当にやってきます。なるほどなるほど、適当に。もう盛り上がった順にね。今は興梠慎三って名前に来たので、じゃあ浦和って感じです。なるほど、わかりました。だから急に J2、J3 行くんで、皆さん1時間半いてくださいね。そういうことですね。北からって言うとね、なんかこう、なんかまだ来ねえよとかなっちゃうからね。そうなんですよ。あと正直まだ移籍の話がないチームもあるので、そういうのもあるんですよ。なるほどね。先に言いますが、浦和は今そんなにやりません。浦和って来たけど、なぜならマーさん今から撮ります。我々今から浦和編をちょっと後で収録しようと思って。そうですか。わかりました。なんで詳しくは明日の朝で皆さんよろしくお願いします。ということです。とりあえず今ね、ここはオファーがある人だけなんかいろいろ言ってきましょうか。なんか西さん、山中さんのなんかね、サイドバック組がもしかしたらって話があるのと、興梠さんが札幌っていう説もありますけど、ただ今上がってるのがとりあえず神戸の大崎さん、琉球の知念さん、あとは鳥栖の山下さんと、あとは新都トロイデンの松原康選手。あれディフェンダー陣をすごく取るんですね。そうなんです。であとは大宮の真渡選手。はいはいはい、はいね、さあちょっとここら辺どうなるのかななんて、ね、牧野選手抜けたりとか、うん、ちょっとここら辺がどうなるのか。特に松原選手がね、そうなんです。ここら辺だからどうなるのかなっていうのもちょっとありますよね。ただ詳しくは明日の朝話すので、そちら皆さん見てください。よろしくお願いします。でさっきタコネン君がせっかくスパチャいただいて、そこで大崎レオって名前も出てきたので、神戸行きましょう。間違えました、名古屋でした、これ神戸行きましょう、はい、こちらでございます。神戸はまあ大崎選手と、はい、まあ、あとはサンペール選手、ドーグラス選手、田中純也選手ですかね、今のところはね。純也さんも出ちゃうのか。今のところ話は上がってるのがね。そうなんですよ。ただまあどうなるかは分かりません。機会を求めてってことなんですか、ドーグラス田中は。いやもう結局は前いっぱいいますからね。まあね。金子さんが言葉ったで考えても、もし仮に2トップで行くにしても、もうすでに大迫、坊ちゃん、武藤、リンコンって4人は絶対いる状態ですから、いやドーグラスさん、田中純也さんが争奪戦事情、これそうなのよ。でしかもここに扇原が来るので、これはもうほぼ確定みたいな状態ですから、だからホタル、扇原コンビだね。そうなんですよ。でね、ちょっと名前みんな意外、フィールドプレーだけ言っていこうと思うんですけど、豪徳、菊池、小林勇輝、サンペール、伊に山口蛍、で大迫、武藤、扇原、ここまでで9人言ったんですけど、普通に考えたらこの9人ってスタメンクラスじゃないですか。そうですね。まあいわゆるね、ターンオーバーとかあるかもしれないけど、ここが基本スタメンってことはあと1枠しか残ってないんですよ。で大体そこ今左サイドバックだけ言ってないだけなので、あと初瀬しかいないんですね。そうなるとそうなってきたら来年も基本このフォーメーションでいく可能性とかも高いのかなって思ったりすると、やっぱりね、やっぱりこのメンバーが多いんだろうし、抜けるとしたら若手クラスなのかなっていうところなのかなとはここは思いますけどね。ACL もあるんで、どこも盤石にしておきたいってことですよね。そうなんですよね。だから若手いっぱいやってくるし、彼らを今度からレンタルで出すのか、果たしてどうなるのかみたいなところになってくるのかなと思いますけど。えぐいな、メンツやばすぎですわっていうコメント多数でございますけども。だそうなってくると、やっぱさっきの大崎選手、そのいわゆる残留表明みたいな話がありましたけど、大崎選手なんてのね、ボランチとセンターバック両方できる人ですから、そうですね。神戸が話したかないよねっていう。かっこいいんだよな、大崎選手。でかいんだよな。でかい。まず知ってます？何ですか？レオ大崎はそれでいて英語堪能なんですよ。あ、そうなんですか？書けるし、喋れるし。なんかいたんですか？向こうに？そう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 。だから普通にだから英語でみんなとコミュニケーション取れるからかっこいいんですよ、ね。僕のイメージはこうハンドアックスをね、すごいいい感じで投げれそうですよね。わかる。手をのをね。そうなんです。なんかそんな感じがします。あと指笛で馬を呼べそうな感じがするんですよ。こうやってね。砂煙乗って、ね。ただ今そんなこと言いましたけど、来年こういう可能性があるんですよね。はい。ちょっと左側皆さん見ていていただいていいですか。あ、そうだね。あと牧野さんにオファー出したって話があったから、これそうなんですね、それね。これはどんどん程度の話なんですかね。あ、もうこれは岐阜と神戸はマジでオファー出したみたいな。うん。なので、そうなんですよ。ただね、なんかこのチームこういうこと考えてもいるらしいってのがあるんですよ。ちょっと左側皆さん見てくださいね。タコネさんナイスパー、金子取られたってことで次にターゲットにその選手います？だって。どこ？タコネさん。あ、誰なんだ。多分フォワードかな。あ、じゃあ金子か。金子がちょっと待ってね。そしたらなんかね、こういう説があるんですよ。はい。セルジ・ロベルトバルセロナのが来るっていうのがちょっとまことしやかな話あったんですよ。すごい。だからあくまで噂では、本当はこう書かなきゃいけなかったんですけど、ただ残念ながらの話で、ここに関してがこうなっちゃいましたと。お怪我しちゃったからっってこと？はい。なんで基本はないなと、なるほどね。思いますね。ここに関しては。ゼロじゃないよと。なるほど。じゃあ、怪我治ってからも話し合うかどうなんでしょうね。もしかしたらゼロではないかもしれなくて、しかもこれ理由があるんですよ。はい。バルサ金ねえ。ああ、なるほどね。バルサ売らなきゃいけないんですよ。インターネット放送で小声で言うんだよ、やめてください。全員に聞こえてますよ。難しいじゃないですか。そういう事情もあるからね。そうなんですよね。そして楽天からのスポンサードも終わってしまうということで。そうなんですよ。楽天からお金ね、引き出せるものならここでねっていうのもあるのか。そうなんですよ。だからってのもありそうだというところですね。あとはただやっぱり今ね、酒茶漬けさんがコメントくれてるんですけど、あ、コロナで入国遅くなるからちょうどいいかも、そんな目線もあるかもしれませんね。どの道ね。隔離のしてる間に怪我治んないですから。まあそうね、そうなんですよ。ただやっぱり金子拓郎選手にオファーかけて残念だったってところがあるぐらいだから、おそらくウイング一人取るってところはあると思うので、そこをだからウイングを保有してるチームの皆さん、神戸が狙いに行きますので、お気をつけください。気をつけろですね。まあ移籍ないと思うけど、だから中川テル、ありえますよね。そうか、なるほど。で、あと言っちゃうと、皆さん、荻原、ホタル、大迫、武藤、豪徳、みんなロンドン世代って考えると。そうだね。そういう人、同じ世代の方が来るとか。代表選手プラス、はい、外国人選手ということです。そうですね。だからわかんないかな、わかんないけど、長谷川達也、ちょっとあれかもしれないけど。ああね。まああれかもしれないな。関塚さんが狙ってるかもしれないですね。俺でいいんじゃないのか、監督は。ね。そうですか。関塚さん、横浜 FC あるんでしたっけ？あ、そうな、あ、じゃあちょっと横浜 FC 行きましょう。続いてね。あ、そういうな術つなぎ的なシステム。そういう感じでいきます。ちょっとじゃあまずタコネン君のちょっとまたスパッチをちょっと読んでいただけると。僕、セルジ・ロベルトについて情報追加します。バルサはセルジ・ロベルトと契約延長の予定はなく、この冬で移籍を取りたかったけど、怪我してしまったので、夏にフリーで出すみたいです。ただ昔インタビューでアメリカでプレーしたいとも言っていましたが、日本に旅行も来るのでわかりませんね。ありがとうございます。そうなんですよ。だから怪我なければ結構町神戸の可能性があったんですよね。そうなんですよ。なるほどね。そうなんでございます。そういうことですか。次は長井健介来るんじゃないかというね、ロンドン戦。あ、なるほどね。さて続いてそんなね、マーさんに呼んでいただいて、横浜 FC に次は今度。来年はね、残念ながら、あ、やばい、近藤君右上に入れ忘れましたね。横浜 FC 来年ね J2 ということになりますけれども。まあ今のところイン、まあこれは当たり前ですね、最後まで残留争いしてましたから、まあだからここはね、まだ確定インとか、噂のインとかってことはなかなかないですけど、まあ左下ですね、まず噂のこのアウトのところでいったら、まずは三浦知良。あーねー、そうなの。どうなるんでしょうかね。そうなのよね、ここがどうなるのかって話なんですが、ちょっとここに関して、いろいろ更新、みんなと一緒にしていこうかなと思うんで、いいですか。チャーマンっていうのはないんですか。チェアマン急に選手から斬新じゃない、ある種ね。チェアマンだけどどっかのチームにはいるっていうね。そうね。あ、それちょっと面白いですね。さあ、じゃあ書いていきましょう。二刀流です。二刀流、新しいパターン。大谷でね、今年はね、そのありましたからね。ってことで、カズさんがどこに行くのかまだわからないんですが、他の方々の噂が結構色濃くなってきたところがいろいろあるので、ちょっともうここに関しては僕書きながらやってみようかななんていうふうに思いますね。はいはいはい。こんな感じですね。どうやらミネイロさんが鹿島なんじゃないかなっていう。あ、ちなみに皆さん、古宿アウトってのは、古宿南アウトってのはレンタル中だから来年もそのままじゃないっていう意味で書いてるだけなんで、気にしないでくださいね。アウトは来年も水戸かもって意味ですから、水戸とかね、大宮かもって意味ですからね。で、まあ松尾さんの浦和と、あとなんか今日出ましたけど、瀬古くん川崎、いや見ましたしね、報道。ギアスさんも旗手の後駒なのかっていうこと。いやー、パコッとはまんないですよね。だからあれでしょ、来年の立花だっあ、やめておきましょうね、ここはね、もうね、言うのやめましょう。立花さんもキャーキャーの方に行くみたいな話をしてる。それもちょっと考えてんじゃないのかな。新陳代謝すごい汗っかき。でも単純にいけば、多分シビッチさんが出るみたいな話なので、その枠ってことでしょうね。ぴったり合うと思います。あと多分元から追ってたんだと思います、瀬古君のこと。はあはあはあ、そうですか。そういうところがあるのかなと。瀬古君はね。いい選手ですよね。顔もかっこいいですからね。そうなんですよ。挨拶もね立派でしたよ。いやそうね。でロイキの監督が関塚さんになると。あ、そうですね。なんですけどちょっと右目に書いちゃったんですが、横浜 FC に関してはちょっと私掴んだ情報もありますので、ただこれはここで言えません。知りたいよという方は。はい、奥座敷で喋りたいなと思います。わかりました。あ、はい、ちょっと聞いたね、僕はこれ結構すごい話でしたね。すごい話。はいはい、すみません、もったいぶるわけじゃないんですけどもね。うん。あんまりそれだって外にあんまり出しちゃいけない。そう、オープンにはちょっとなかなか言えないので、これはもう奥座敷案件です。メンバーシップの方で、すいません皆さん。はいはい。お前らそういう稼ぎ方かって思うかもしれないけど、そういうことじゃないんですよっていう。オープンで言えないからって話ですね。っていうことでございました。はい。じゃ横浜 FC まで来ました、はい、ということで、はい、じゃあどうしましょうね。あんまりこうつながりが、あ、せこくな話だから川崎に行っちゃった。ロングジャージっていうんですか、ウィンドウの中に、なんですか、ロングコートかっこいいんですよね。いや、かっこいいよね。前合わせで半分迷彩みたいなね、かっこいい。はいはいはい。ジャーメインさんがよく似合ってましたけどね。いや、確かにな。うもんな。私、席情報詳しくないんで、そういうくだらない情報を入れていきたいと思います。くだらなくないかっこいいんだもんね。はい。ということで、じゃあせっかく瀬古くんって名前したので川崎だけちょっとちらっと言っちゃいましょうか。マーチャム情報も入れてみます。マーチャム情報もね、まあもう旗手くんがとりあえず出るってことはまあほぼ確定なので、そこはもうもはやいいでしょというところがあって、瀬古くんが来そう、シミッチさんがアウトになりそうで、あと上條さんを狙ってるって話があるんですよね。ちなみに言うと、ただ瀬古君も上條さんもまあ違うな、2人とも同い年ぐらいなのになんで3得になったこの2人はただ強豪なんですよね、かなりの量強豪、めちゃくちゃ何チームにもよって狙われてるというか、だからどうなるか分かんないですけど、なんか瀬古君は川崎が一歩リードで、上條さんに関しては名古屋とセレッソが一歩リードしてるみたいな感じがある。そうですか。なんででも分かりやすいのが、そりゃね、シミッチ抜け分で絶対そこだけどうにかしなきゃいけないっていうのもあって、はい、まあだから旗手分とか考えると、ちょっとプレースタイル2人違うけど、ある意味ではシミッチ旗手分をこの上地を瀬古で埋めれたらなっていう部分はあるんだろうなと思いますけどね。松井選手とかの成長を待つってことでしょ。すぐ成長するんでしょうね。そうなんだよね。成長というかもう経験だけみたいな選手だもんね。そうなんです。川崎が取ってくる選手ってね。そうなんですよ。成長しきってるんだもんね。そうなんですよ。でその方々がもう代表レベルぐらいまで行くっていうふうになるときには、このね高虎と太陽っていう2人がやってきますから。いやー、新陳代謝。やってくるからね。せっかちなチームですよ。そうなのよ。ちょっとこのあたりもちょっと注目にはなってくるんだろうなと思いますね。じゃあちょっと J1、ちょっとね、J1 ばっかり言ってますから。JJ 枠はっていうね、心配も来てますけどもね。JJ 枠ね、なんかもう、いろいろ考えてるのはあるみたいですよ。そう、あ、そう、渋ゲッチさん、そうなんですよ。夏までかかるんでしょ。そうなんですよ。今、渋ゲッチさんからいただきましたけど、昨日ロアッソ熊本の得点が大変素晴らしいなったじゃないですか。すごいのあったね。先制点。地を這うイーグルショットね。そうなんですよ。実はね、このね、五十嵐太陽選手が、高校プレミアでほぼ同じの決めました。その同時刻ですか。そう。信じられないレベルの決めた。皆さん、それもちょっと探してみてください。高校プレミア、何のチームですか。川崎フロンターレU18、ごめんなさい、どこだっけ相手。ちょっと忘れちゃったけど、川崎の選手ですよ。そう、川崎雄二8の選手でございます。はい。せっかくちょっと上條選手の名前出したので、次、岡山行きましょう。プリンスだそうですよ。あ、プリンスね、ごめんなさいね。次、岡山行きましょう。岡山はこちらですね。なんかちょっと気になるのはね、やっぱり左サイドの2人っていうか、まあ、上條、徳本っていう2人がちょっと狙われてる感がある。特にね、上條選手はちょっと強豪だっていうところがありますので、だいぶいろんなチーム、まあ、J1 に行くのは多分ほぼ決定的と。ここをだから岡山、来年に向けてだったら、ここ誰にするのかっていう感じになってくると思うんですけど、多分ね、清水から来てるこちら川本理央選手がこの枠にそのまま入ってくるんじゃないかと思うので、あとは彼の成長待ちになるんじゃないのかなと、思いますね、ここは。で、あとは監督が木山さんになるそうですから、ここもちょっと気になるところではありますけど、ただ確定ではないんでね。だからずっとやってきた有馬さんからなってどう変わるのか、この辺りがちょっと注目なところに思いますね。マーチャム情報言うの忘れました、川崎の。あ、何ですか、マーチャム情報。川崎のスタジアムは男子トイレにも赤ちゃんのおむつを変える場所があります。素晴らしい。はい、ありがとうございます。素晴らしい。そういうところがね。空港には桃太郎の絵が書いてあります。え、マジで？いや、そりゃそうでしょう。あ、そうなんだ。すごいな。みんなね、教えてくださいね。みんな情報もね、そのチーム。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっとね、そういう話ってか、皆さんからちょっといろいろ多いなと思ったので、ちょっとせっかくだから、そこら辺行きましょうか。ね、続いてが、ここ行けばいいのかな？昇格組の話行きましょうか。あ、確定インと噂インになることも出ちゃってた。まあ確定でいいのか。ジュビロね。まあいいや。ジュビロ行きましょう。ジュビロは監督が先に決まるっていう素晴らしい流れですね。はい。伊藤監督。はい。甲府の伊藤監督がジュビロに行きます。やりましたねというか、あれですね。これによってちょっと分かるのが、去年とかさ、まあさ皆さん、あれですよ。なんだっけ。今ど忘れしちゃった。あ、そう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 。徳島と福岡がまだ昇格したじゃないですか、J1 に。で、どっちもある意味、こう、J2 オールスターズ感とか。そうでしたね。あと J3 から J2 でも秋田が、そんな感じだったっていうのはありますけど、あるから、このジュビロ磐田に関しては、監督含めた上でのもしかしたら J2 オールスターを作っていくんじゃないのかなっていう。なるほど、なるほど。そうなんですよ。っていう感じだったんですけど、ただ、やばい噂が入ってきまして。ごめんなさい、これ実は俺昼までしか作ってないから、夕方以降、昼以降のやつ俺入れてなかったんですね、皆さん。みんなコメント欄が今ね、言ってますね。そうなんですよ。ルキアンどうなんのっつって。福岡、京都が狙っているルキアンを。ってことで、ルキアン強豪です。これは、なんかちょっとやばいですよね。マサさん、ナイスパーでございます。そうですね、やっとさんもそうですからね。どう改革していくのでしょうかと言いますと。まずちょっと磐田の話からになりますけど、だからルキアン取られてしまったらちょっとジュビロとしてもそうですね、まずいので、おそらくはだからちょっとだから金積んだとしてもっていうところはあると思うんですよ。これはプロテクト案件ですよね。何をどうしたってそうだと思いますね。これはヤマハのね、ピアノとトラクターと全部積み上げて隔離しとかないとね、外に出れないようにしとかないといけませんね。ねえ。ただどうやらそれ先ほどのその福岡の話しますけど、まあちょっと後でちゃんと見に行くけど、福岡は外国籍選手が結構な数アウトの可能性が高いみたいな。だからそれでいわゆる費用は捻出できるんですよ。それでルキアンドリ。ってのはあるのかなと思うんです。でも一つだから両方ともに関してちょっとあらって思うことはあるんですよ。まあいろんな人からの特典はあるけれども、やっぱりそのパスを構成してるのは、遠藤選手でしたよねと考えると、だから注目ですよね。 J1 で残ってジュビロでやるのか、はたまたってことでしょ？ですね。でもほぼ2択らしいので、2択じゃないか、3択か。3択。はい。遠藤さんに関しては1、ガンバ復帰。まあそりゃそうですよね。2、レンタル延長ジュビロ。第3があるんですか？完全ジュビロ。ああ、なるほど、そうか。があるみたいなんですよ。まあだからまあ3分の2ジュビロですけど、そうなってくると、でもだから本当片野坂さん、まああとね、またあとでやるけど、ガンバがどうしたいかによってくるんでしょうね、片野坂さんとか。まあこれ前から言ってますけどね。そうかね、その辺の話がこれから進んでいくということですよね。そうですね。だからまさにガンバサポの皆さん、まあ今ね、たこやげさんも書いてくれてるけど、マジで完全移籍だけはやめてくれって話ですよね。ガンバからしたらね。片野坂さん使いそうですか？使いそう。ああ、そう。やっぱり今年で言うおいたら下田北斗選手とか、そういうのパサー系の選手を一人入れたがるっていうのは多いので、なるほどね、そうなってくると、遠藤さん欲しいんじゃないかなって思うんですよ。世代交代もその一方で促しているというところで、まあね、そうなんですよね。どういう話になってるかっていうのもあるでしょ。そうですね。だからガンバとしてはただやっぱ、そろそろってところは考えちゃってるのは数年前にあったみたいなので、それをどう把握するかなんだと思うんですよね。なるほどね。あ、確かに出口さんがね、先生の話でもね、ガンバからいなくなる可能性もあるということなんで、まあやっとさん必要なのっていうのはありますよね。だまあ単純にまたボランチが1枚足りなくなる感じになっちゃうので、そこどう考えるのかっていうのは。ピンネコさんがおっしゃるようにね。あとね、同じポジションで中世ジョン山本いるから、それで大丈夫って言い方もあるかもしれないけど、ただね、多分その、ピッチ上の戦術がどうこうの話じゃないから、遠藤さんに関して言えば。本体、存在感でってことでしょ？だその点で、だから単純にこの移籍の確定のインなのかアウトなのか噂なのかっていうところとは、だけで、多分物事は言えないよなって、ちょっと思いますよね、彼に関しては。はいはいはい。はいで続いてちょっと両チーム若手の成長をね、鑑みてどうなるかっていうことですね。そうですね。で続いてせっかくジュビロと来たので、続いては同じ昇格組見ていきましょう。はいはいはい。京都ね、ここも話題ですよね。噂の因が多すぎる。噂の因が。長期で監督ね、優秀監督賞でもらってましたけどもね。そうですね。今それどころじゃないのかもしれないですね。もう次の。話しなきゃみたいなのもあるでしょうね。そうなんですよ。なんか心ここにあらずな感じもあったんで、ポケットの中で携帯鳴ってたじゃないですか、バイブで。どうしますかって。あんまり監督が決めることじゃないから。まあそうですね。そうですか。そうなんですよ。だからあとはね、この移籍のこのインとかアウトのところで言ったら、まあもう噂すごいなこれ。多すぎるんだよな。まあ、これは動画で特集してもらったんでね、覚えてますけど。そうなのよ。まあ、全部が全部はまあないだろうって思いますけど、まあ、上条、長木、杉岡、ここら辺はまあ、あと稲葉選手、この辺りは本当だろうなと思いますね。あ、オファーを出していく、出す、だっていうのがね。ただ気になるのはここなんですよ、僕は。今書きましたが、歌歌がどうなのかってところがありますからね。だからもしなんですけど、歌歌が残留しなかった場合の話していきたいんですけど、そうなると右のこの噂の因に書いてある方々とかと、大前元気さんが仮に入ったとしても、いわゆるパワー系っていうか真ん中でこうドーンとしてくださるようなフォワードのタイプは噂の中にまだ誰もいないので、そこイスマイラさんにかけんのか。それとも誰か取るの。そうだね。いやー、イスマイラ君に頑張ってほしいけどもね。そう。そして、すごい情報来ましたよ、マーさん。島津亮介さんから。甲府のメンデスさんのお母様が京都サンガのインスタをフォローしたみたいです。とのことで。すごい情報だな。天本さん、ナイスパーです。お母さんのインスタよく見つけたな。遺跡だな、これは。遺跡だな。これ遺跡だわ。みんな遺跡、今決まりました、遺跡です。すごいな、これ。こういうの見つける人がいるんだね。すごいな。もう大丈夫ですか、左センターバック部分っていうか。これ大丈夫じゃない？まずメンデスさんのお母様がインスタやってるってことがすごいじゃないですか。ねえ。なおいですよ、メンデスさんのお母さん。すごいな。誰なんでしょうね。メンデスさんのインスタを探して、その中から同じ名字という同じ名前の人探してみたいな感じですよね。すごいですね。すごいな。ありがとうございます。ナイスパーです。強化部長退任。そうなんですよ。だから浦和ルートがなくなるって感じになるので、そうなると、そう考えると、そう皆さんごめんなさいね、報道出てたとしても私昼以降ニュースを見てないんですよ。それでごめんなさい、知らないのもあるんだけど、そこはご了承いただきつつ。長木さんは正式に出してるんじゃないかというね、お話も出てました。まあでもだから噂ですからね、それはまだね、確定ではねないですから。まずはナウイは古いですよ、知ってます。知ってますよ。なるほどね。いや、直井って言わないもん。いや、使ってもいいじゃないか、なんでも。糸お菓子ってもう古いんですかね。新しい、逆にね。ちょっとへこみなう。我々令和の時代にないかもしれませんね。なんかね、そんな感じになってるんで、センターフォワードタイプがだからどの道って感じになってくるのかなとはちょっとここ思います。なるほどなるほど。はい。じゃあ、あと、せっかく J1 の方は、ごめんなさい、J2 から J1 の方の昇格組を見てきたというところがあるので、J3 から2も見ていきましょう。はい、お願いします。まずはグルージャです。違かった。はい、ここです。はい。いやー、ここですね。おめでとうございます、グルージャサポーターのね。はい、グルージャ組ですね。ってなってくると、ここはまだね、何も正直出てないんですけど、出てなくて当たり前で J3 は最後の最後までみんな競ってたんだからどうなることも分かんないわけだから。ありがとうございます。こんばんは、ナウナヤングです。それは古いわ。ありがとうございます。ショベリグな気持ちでございます。ありがとうございます。いや、一気に90年代後半まで戻ってったわ。ありがとうございます。ですね。キューベリマッチョでございます。ありがとうございます。ただ、なんかここに関してすでに有永さんと嫁坂さんの2人がなんですよ。私、嫁坂選手好きなんですけどね。ね、なんかね、でもね、ちょっとなんかまことしやかな噂がちょっとあるんですが、あれなんですよ。どうやら若手何人か取るんじゃないかっていう話が、ごめんなさい、藤井さんね、まだ入れてなかったね、すいませんね。若手何人かを採用するって感じがあるんじゃないかと思うので、でもそう考えると、なんか、リアルだなと思うんですよ。だって今年のこの後半の原動力になってたのって、大卒の何人かもいますけど、東京世代のやっぱり和田さんね、夏に相模原からやってきたりだとか、あと同じく東京世代鹿島からやってきてる佐々木翔吾君とか、あと東京から来た野沢大志ブランドン君、ここに至ってはパリ世代ですから、が原動力になってたのは間違いないんで、若手でいわゆる J1 じゃ厳しいのかもしれないけど、2、3だったらみたいな選手とかも何人が取ってくるっていうのはあるんじゃないかなっていう。わかんないけど、ほら、平川玲選手とか。はいはい、ああ、平川玲選手。今、鹿児島松本。あ、松本か。すいません。とか、そのあたりもありえそうだなと思うし、で今、栃木に行ってる、あと、松本凪選手とか、合うんじゃないかなとかね、あったりするので。なるほど。はい、そのあたりがだから今後どうなるか。バイスとか森脇来ないかなというドクトルさん、ね、バイスここ来たらちょっとダメだな、もう強すぎるな。ムタバイス、ね、もう京都だな、そうなってくると思う。すごいですね。和田選手が買い取りになるのかどうかっていうね、そこも注目です、ね。そうですね。インタビューのね、感じ見るとやっぱり大いにありえるんじゃないかと思いますしね。そうですね。ただ、今度ね、逆にもともと彼が所属している相模原の方が今度はね、来季また J3 ってことになってしまったので、そこら辺がだからちょっと難しいところですよね。なかなかね、ちょっと前まで練習場厳しいとかそういうお話してたクラブですもんね、グルージャー。いや、まあさん、私、皆さんもこれね、感慨深すぎるツイートにちょっと涙出そうだったんですけど。顔きますね、ごめんなさいね。ハーフタイムみたいなもんですからね、皆さんにはね。下半身エアロバイクこいでるもんでね。ごめんなさい。グルージャの土井康平選手のツイートが、昨日のその昇格を決めた後、土井選手ツイートされてたんですよ。グルージャが、ありがとうございます。ああ、そっか、ずっといるんだもんね、土井さんね。そっかそっか、昔からのチームを知ってるからこそ、なんかちょっとうるっとこう来ちゃったなってのがちょっとありましたね、ここは。土井さんもノバに通って今やね、7カ国語ぐらい喋れるでしょうからね。通うって言ってましたもんね、今年からで一昨年ぐらい、ね。もうどうなる、ちょっとまたインタビューさせていただきたいですけどね。はい、そして、続いてがごめんなさい、これ今治だったこちらですね、熊本。10年いるんだ、そっか。熊本に関しては先ほどコメントあったからそうなのかなって思いますけど、こういうことなんでしょ、こうなんでしょ、なんか先ほどのコメント皆さんと考えると浅川選手が、小笠原、北村、内山、水野。ああ、そうですか。あら、内山圭マジそんな、これあれでしょ、もうほぼアボーズの裏でってことでしょ、入れ替えがねってことだね。そうなんですね。まだまだできる方々だよなと思うから、若返りを図るっていうことですね。まあ、そういうのもあんのかなと思いますけどね。でもそんなこう年取ってるって言い方あれだけど、ベテランな選手たちでもないから、サー選手なんか残してもいいと思うんですけど、誰か取れる算段があるんですかね、逆にフォワード。まあでもそういうことなんですよね。なんか先生の普段の考え方の筋立てで言うとそうなんですよね、きっと。あと浅川選手に関しては逆に確かに J3 の方がっていうのもあるかもしれないですね。ご自身の例えばプレスタイルとかじゃなくて、今ほら社団法人と会社の社長でしょ。あ、そう今そう浅川さん、あの俺ほらレンタル J リーガー的なこととかやられてるから、そういうのも含めてよりその地域に根ざした活躍活動をしたいからとかっていうのもあるのかなってなんか思いますけど、まあわかりませんけどね。序盤よりも出番は終盤減ってた感じはね。とのはあったのかもしれないですけど。そうですけどね。まあでも確かに今年はこの中盤4人、はい。この杉山選手たち、ターレ選手含めてるけど、このあたりがやっぱり良かったから。あとやっぱこのチームはね、それこそ徳島の岩尾健とかじゃないですけど、川原壮っていう逸材がいますから、シャーレを堂々と掲げてましたけどもね。オーラが年々ね、こう盤石のキャプテンオーラ出てますもんね。そうですね。大谷秀和的な感じがありますよね。あ、確かにね、チームリーダー大谷秀和、岩尾健、川原壮ってのが若いんでしょ、だって川原壮選手。今2年目ですからね。2年目とは思えないオーラですけどね。まあ来年だからこのね熊本がねちょっと通常のチームたちが3322のような、まあ、3142っていうフォーメーションでやってるチームでもありますから、あんまやってるチーム日本にないので、はい、面白かったですね、流動的で。そうですね、ウニオンベルリンな感じですねに近い、原口元気選手のいるね、そんな感じチームだなと思います。あんな笑顔で笑うんだっていう笑顔でね昨日笑ってらっしゃいました。そうですね、っていう熊本でございました。じゃああとまあちょっとね、逆に残留争い組じゃなくてごめんなさいね、降格か、ここは決まっちゃった組いきましょうか。さっき横浜 FC だけは見てきたので、他の J1 からいきましょうか。仙台もねすごく注目ですよね。どうするのかっていうところでしょ。そうなんですよね。でどうやら一人だけはほぼ確定が出ちゃってこうですね、ゴールキーパーヤクブスオビクさんがどうやら FC 東京。あ、そうなんですか。そうなんですよ。だってさっきのアウォーズの最後の動画でなんか言ってたよ、頑張るって。でもさ、これは難しいのは責められないけど、そうなんです、お金がない。ああ、まあそうだよね、雇えないって言われたらそれはしょうがないもんね。だからある程度こう久保さんはやりたかったんだろうね、あのコメント見るとね。そうだと思いますね。でもただなんですけど、小畑君がいるんですよ、このチームは。キーパーね。はい、そうだよ。だからもちろん久保さんがいなくなってしまうのは悔しいというか悲しいところもあるんですけど、ただそうここはだから大丈夫かなと思います。ただ問題がセンターバックのアピアタビア選手、大卒ルーキーとサイドバックのマセ君、この2人もちょっと出ちゃいそうだったところがあるので。そうなんですよ。いわゆるちょっといわゆるお金になりやすい形がなんですね、ここに関してね。そうなんですよ。あとはね、元海外組である西村拓真選手、この辺りなのよね。なるほど。いやー、結構背骨持ってかれちゃう感じは痛いね。そうなんですよ。あとだからもうそこにあとは誰がどうってのはあるんですけど、どうやら移籍噂のインが一人いますいて、遠藤の安さんですね。ああね、これは先生名探偵、地元なんですってね。同郷ですから私。ああ、そうですか。私塩釜市立玉川小学校でところ出てるんですけど。塩釜市立玉川小学校なんですか？私はね。遠藤さんは隣というか同じ塩釜市の多分塩釜第三小とかそこら辺だったはずなんですよ。何が美味しいんですか？塩釜ですか？もうそれこそあれなんですよ。海に面してるところで海の幸がかなり。先生、海の見えるところで育ったの？いや、俺はその塩釜の中でも最も山側で育ったんですけど。ああ、でも近いよね、海ね。そうっすね。海遠いとか栃木の人にね、なんか軽はずみに言わないでくださいよ。県の端まで行っても海ないんだから。まず何キロぐらい行かなきゃいけないの？何ですか？何キロぐらい行かなきゃいけないの？ね、なんだろう、ガンダーラぐらいラクダで旅しなきゃいけないね。生きて帰ってこれない親にちゃんと挨拶してからしか海は行ったことないね。そうなのよね。だ仙台はちょうど今、あれだ、サッカー大好きモンテディ山形サポーさんからも来てるんですけど、はい、来年の仙台は J2 でも中位クラスの人件費になりそうだなてんてんてんと来てるんですが、基本的に昇格 したいっていうか昇格しようって思うならば10億必要なんですよ、J2 から J1 って。だからそれだけの予算を取れるかどうかが仙台は、ポイントにはなってくるのかなとは、思いますね、はいはい。でも降格してもその J リーグのお金っていうのは1年はもらえるって聞いたことあるんですけど、さすがまあ J1 レベルでそう降格救済金ってのがありますから、そうなんですよ。だから1年で帰るチャンスっていうのがあると聞いてますよ。そうですね、なんかちょっとまたちょっと厳しくなっちゃう、そういう、なんで戦術が大崩壊しちゃってるとかっていうふうになると、2年スパになるので、ゆっくりしなきゃいけないかなって思うんですけど、何人かそのいわゆるキーポイントとなるところだけ残せるようであれば、可能性はあるんですよね。そこがちょっとどうなるかというところになるのかなと思います。じゃあ続いて、さっき横浜 FC も行っちゃったんで、次はあれですね、徳島に行きましょう。徳島、はい、こちらだ。はい、いや俺ね、その今マーさんから話あったけど、俺来年の昇格、あんまりこういう予想俺好きじゃないんですけどね、皆さん。まあゼルビア勝てえなと思ってたりするんですが、そうですか。復帰組、いわゆる4チームの中だったら最も確率高いのは徳島かなって思ってます。その心は徳島、なんと監督残留です。ポヤトスさん。ちょっと元気なかったですけどね、最終節とか表情を見てると。ただやっぱり社長がすごくて、昇格とか降格とか関係ねえんだと、チームとしてのビジョンをしっかり達成できるような監督さんにやってほしいってことなので、だから徳島はただ単にちょっと運が悪かったシーズンでもあるんですよね。だって誰が、ある意味では誰があんなにこう監督が来れないなんて思ったのっていう。そうなんですよね。そうなんですよ。だからそれで本当であれば2月とかでリカルド体制からこう戦術をスライドさせていく予定だったのが3ヶ月ぐらいずれただけだから、それこそ夏以降ので考えたら徳島落ちるあれではないんですよね、本当は。それを分かってるから仮に人が出てったとしても大丈夫っていうふうに思ってる部分はあるのかなと思います。ただどうやら噂アウトのところに4人書きましたけど、やっぱりここら辺の皆さんはもう、でそしてちょっと争奪戦というところみたいなので、ここはしょうがないかなって思いますね。そう、徳島はね、いわゆる来るまで調子良かったじゃんって思われる方もいるかもしれないけど、それはあくまでもともとの体制のままでいってたから、だけどそれをだから戦術変えようって望んだシーズンで、そうなっちゃっただけだから大丈夫だと思いますよと。あと大勢君はまあ出ると思いますけど、残念ながら、残念ながらっていうかしょうがないですね。J1 で7点取ったフォワードですから、あってんだっけ、ごめんなさいね。そりゃ他の J1 チームでもいけるレベルなので、ただ海外でもいける人だし、それこそ川崎でもいける人なんだから、ここは分からんね、ちょっとね。どうなりますでしょうか。かですね。声ちっちゃい。なるほど。ちょっと工夫します。ごめんなさい。はい。続いては大分です。うるさかったですって。はい、ありがとう。はい、続いて大分ですね。片野坂智弘だけ書くと、ちょっと選手っぽくなるので、こうですね。片野坂さんはアウトだけど、ちょっと噂のところで、なんか下田、三沢選手ですね、まずね、ガンバなんじゃないかっていう話があるのよ。これもう認められてるっていうか、もうそうなんですって、噂どころか、本当にオファーは出してるっぽいから、これは片野坂さんとってことですね。ですね。さっきね、なんて言うんだろう。パス、ガンバのその、やっとさん、そのパサー使いますかみたいな話ありましたけど、パサー云々関係なく多分、片野坂サッカーの中で一番重要なポジションがこの左センターバックになると思うので。なるほどね。ミサオロール的なそういうことですね。だから、いわゆるそういう人が誰かってこう、いわゆるいるかどうかもわからない状況で考えたら、一番見知ったというか分かってる人を連れていくのが、一番いいよねとは思いますね、ここは。のはあるんじゃないのかなと思いますけど、あとはどうやらね、この噂まことしやかにずっと言われますけど、下平さんがね来るんじゃないかってことに言われてますから、そうなってくると、あとここはどうなってくるのか、またね、ここはまただから来週再来週ぐらいでまた出てくるんじゃないかと思うので、そのあたりはまたどっかでやりたいねでした。まずは俺お茶飲んでいい？ちょっとお茶飲んでいいですよ。ちょっと休憩していい？親も休憩してください。ずっと喋ってるからね。コメント読んでいきましょう。ありがとうございます。何人か連れて行っちゃいそうということで、エンディケミサを2人ともガンバ行くんじゃないかな。庄司と組まされば素晴らしいことになるというドクトルさん。ガンバやった、ガンバまだやってない。食べてないしだ。トスが気になる。トスママやってない。トスやってない。トスはでも今日ちょっと触れないかもしれないです、まだ。そうなの？もうこれ新聞で昨日も出たのであれなんですけど、お茶選ばれたのは綾鷹ですか、先生。いや当然ながら伊藤園のジャスミンティーでございます。ジャスミンティーしか飲まないからね、先生ね。そんなことはないけど、トスに関してはちらっとトスぐらい言っとくか、これ。はい。まあ一応これ右下に書きましたけど、ここは正直こっちで喋れないから奥田式案件と書きましたが、あら、なんか知っている。っていうか、ただでもね、全員知らないんですよ、逆に言うと。はあ。まだ弁護士の裁定が下ってないです。弁護士の裁定が下っていない。はい。これはもう全員知ってると思うんで、普通に言いますけど、いわゆるあれですね、キム・ミョンヒ監督の。問題がありましたもんね。そう。で、10月から入ってるあれがまだ決まってなくて、だからトス、誰監督やるかとかってことも決まってないから。体制自体がまだ分かってないからっていうことですか。そうなんです。だから自分たちから積極的に取りに行くこともできないんですよ。そうですかな。どういうサッカーやりますって言えないから。ああ、どうする？せっかく仕上がってきてたのにね。だから、出遅れないでほしいですけどね。ですね。だからもう何も言えないから、ここに喋ってもしょうがないんで、飛ばします。わかりました。はい。じゃあ、奥座敷でその辺もね、ちょっと喋ってもらえることは。奥座敷で喋りますけどね。いろいろ喋れることに関しては。あとは、じゃあ続いて J2 からのね、J2、J3 って感じになる。あれだ、そこのチームたちガッといきましょう。これ、群馬じゃない、群馬じゃない。ちょっと待ってください。どこや？もうできてんですよ。あげぎだたた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 。相模原ですね。相模原は、ただここまだ情報が出てないんですよ、何も。まあここも残留ギリギリだったんで、まあだってね、どうなるか分かんないかったわけですから。そうなんです。動き出しているところでしょうけどね。そうなんです。なんで相模原ちょっと今割愛させていただきますよと。でもって続いて松本、松本に関しても書き忘れてたな。松本に関してもやっぱね、ちょっとギリギリだってところがあったんで何も言えないんですけど、とりあえず確定としてってのがどうやらというか、七海博士監督はそのままやるよっていうところがどうやらというところがあるのと、ちょっとこれもちょっと俺話せないことが今ここであるので、はい、奥座敷案件とさせていただきます。松本に関してはそちらはまたそちらで話します。はい。あとどこだ？愛媛と、そうなんです、愛媛と北九州か。あとははいで愛媛もまだ出てないんですよね、ほとんど。でとりあえず出たのが山瀬さんが満了と。満了か。なので、どこ行くのか。ただなんか、ちょっとあれですけど、今治とかもありえそうだよなとちょっと思っちゃいますけどね。なんとなく。山瀬さん？ん？山瀬さん？山瀬さん。岡田さんってのがいるので。ああ、そう。もともと札幌とかで一緒にやってなかった。ああ、そうですか。マリノスもそうだけど。山瀬さんもね、いろいろいらっしゃったから。そうなんですよ。で、あとここね、実吉監督がアウトになって、どうやら元ね、山形率いてた石丸さんが、まあ、クラブ OB でもありますけど、率いるんじゃないかってところがあるので、また来年もおそらくオール愛媛体制なのかなとはちょっと感じますね、このチームはね。はい、そして北九州と。北九州は小林慎二監督が監督退任とのことで、ちょっと残念だったんですけど、ただやっぱり降格が決まっちゃった最終節の後に、なんか来年もいるような形のニュアンスを残してたんですよ。じゃあアドバイザー的なそういうことで、いわゆるディレクターとして SD として残ることになりましたので。ああ、なるほどね。その経験を、だって小林慎二さんの経験はどのチームも欲しいでしょ、上がりたいチームは。そうなんです。だから、ね、彼はこの地でだからもう本当骨うずめるぐらいの感じで多分やっていくんだと思うから。すごいだって昇格回数？いや、そうなんですよ。2万回ぐらいさせてんでしたっけ？いや、もうそれぐらいですね。多いわ。印象で言うと。確かにね。そうだね。なるほどね。これでも俺、ちょっと聞いてたんですよ。はい、この時で。はい、ただ、37節ぐらいからずっとな気がするんですけど、うん、北九州の、実況解説されるような方々が、やっぱり全員口揃えて言うんですよね。北九州面白いんですよ、やっぱり先日もサッカーも。面白いですよ。ただ、はい、やっぱりその、大分、松本とかもそうですけど、はい、いっぱい引き抜かれたのがやっぱり一番の理由だからっていう。うん、それだからちょっとだけ先日のね、構成が遅れただけの話なので。そうか。じゃあもう、なんだろう、対局的に小林慎二さんに見てもらいながらってこともあるよね。うん。だそれがもう、なんか完全に。1年スパンで見てもってことだよね、だからね。だと思います。あと、なんだっけ、これすごかったな、みんな。100万回昇格したコバって書いて。40節か41節？もう正直なんだろう、最終節段階でも北九州って、まあ、残留の可能性は残ってたけど、魅力でも話した通り、もうほぼ確率がないって状態まで落ちちゃったけど、ギラバンズのサポーターたちが、いわゆるナイスパです、ありがとうございます、否定コメントがなかったんですよ。スタジアムでのこうなんかみんなこう幕とかだけで作るじゃないですか。あ、じゃあちゃんと伝わってるんだね。そうなんですよ。ビジョンが共有できてる。素晴らしい。北九州は今確かにこの昇格とか降格とかってことあったけど、それじゃない強さを今手にしてるから、長い目で見たら、ビサでしかないと思います、この、今年のこの降格ってのは。ビサ。なるほどね。で、それぐらいのものでしかないんじゃないかなって。思うかなって思いますね。何このおっきいフットボールさんが、フットボールさんが書いたチームは波打ち際に描いた絵って何これ？これなんだろう。すごいいい言葉。いい言葉ですね。まるで意味は分かんないですけど。いや、なんかでもいい言葉だな。なんかあれですか？当てましょうね。これ示談かなんか言った言葉じゃないの？分かんないけど。示談かニュートンかアインシュタインが言ったでしょこれ。そん時からなのすげえな。教えてください。よろしくお願いします。なるほど。じゃあ、あとちょっと今、監督とかの話でなんかいろいろわらわら来てるものとか、あれだね、なんかちょっと、なんだろう、いくつか行こうかなと思うんですけど、まあ、ここ行きましょうか、いい加減、序盤で言ったんで、ここですね、ヴェルディ。あ、ヴェルディ、はい。なんかね、マーさん、なんか、ヒロシに、ヒロシ上福？ヒロシに監督オファーってのが噂ですよね。そうなんですよ。なんか歓迎ムードもありましたよ、ツイッターとか見てたら。そうなんですよね。ぴったりじゃないですか、今のヴェルディにはっていうね。絶対にやらないと思うって自信を俺は持ってます。フリークの先生は知ってるんですよね。もう誰よりもヒロシのことを僕は知ってる自信がある。塩福さん見てください。ヒロシってわかりにくいです。ねえ、ヒロシですみたいな。絶対にないと思う。そうなんです。もう違和感しかないんで、報道がすべて。行くわけないと思ってます。なんでですか、それは。上福さんですよ。正直今今年ね、上福さんに対してオファーをいただいてるっていうか、オファーを出してるっていう、チームが報道レベルだと2チーム出してます。ベルディさんと、甲府さん。甲府さん。両チームとも正直、あんまりお金がない。上福さん、皆さんが思ってる以上に高いです。ああ、そう、まあね、重鎮でいらっしゃいますから。価格があるわけですか、やっぱり。そうなの。だからオファー出すまでだったら全然いい、多分お声がけしたまでは多分本当だと思うんですよ。ただね、なんだろう、よりいくらかっていうところの提示のところで多分 OK にならないと思う。エビ反りするような金額が。ねえ、落ちてこない。だって G1 からそもそもオファーある人なのに。そうか。っていうところもそうなんですよ。そうか、そうか。で、広島とは喧嘩別れじゃないですよ、皆さん、これね。だったわけじゃないので、ただの本当にね、次の対戦に行くだけだったから、ってのはあるので。さっきの話ですけどね、キッコーマンさんによりますと、波によって引き寄せられ、組み上げては崩される的な。ああ、なるほどね。ああ、それがチームの例えみたいな。いや、誰の言葉なのよ。ジャッカルさん、ナイスパーでございます。ナイスパーでございます。ベルディ札幌の友達が堀さん続投がいいって言ってました。うん、俺もそうなると思いますね。お金の面とかも理解してるかなと。でも若手がなんかね、いろいろ育ってきてるっていうかさ、うん、ね、涼河選手もいいし、荒井瑞希選手バッシン決めてたじゃない？バッシンやるんすよね。相原相手にね、ちょっと複雑でしたけどね、クリロナが見せるようなこう古巣なんでっていうのを瑞希さんやってったよ。そうだよね。でもね、相模原の時の面影もありまま成長してますからね。だこれすごいのが、だからそれでじゃあ若手やべえじゃんと思って若手抑えに行こうと思うと、梶川小池ラインっていう小池梶ラインが発動して、それでゴール奪ってきますから。そうですね。なんかジャニーズ事務所みたいなチームになってきましたよね。なんかね。そうなんですよね。かっこいいよね。小池梶さん、今月やりましょうね。コラボ。大きい声で言ったらやってくれるんですかこれ。届くんですか。小池さん届いてる。小池さん喋りたいな。あ、水木さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お座敷案件ぜひよろしくお願いします。あとね、皆さん、確かに正直お金があってのはぶっちゃけ出てるし、今年もちょっとなんだかんだいろいろあっちゃったチームだと思うんですよ。ただね、大学生からは実は人気の就職先なんですよ、ベルディ。ベルディ、はいはい。そうなの？練習参加してる大学生の量がちょっとやばい。練習参加している大学生の量がちょっとやばい。はい。だからむしろG1 よりも、ベルディの方が有望大学生が練習に来る確率は高いかもしれない。あ、なんでなんですかそれは。施設がしっかりしてるとか育成とかなんですかね。僕はなんかちょっとわかんない、これど素人で世代もあるかもわかんない、ベルディの選手なんかモテそうな気がしますね。それもあるね、確かにね。東京ありそうな気がするわ。なんかね、あと活躍すればあとステップが見えるっていうのもあんのかもしれないですね。まあそうだよね。っていうのもあんのかもしれないですね。なるほどね。まあ東京のクラブはそれだけで魅力的だしね。まあそれもあるよね、若者とっちゃね。確かにね。東京っつうのはね。それもあるかな。確かにね。読売ランドのイルミネーション目当てじゃないかということで。かわいいですね、大学生。そうですか。六本木とか恵比寿とか行きゃいいのに、それだったらね。そっか。たまに大学多い、確かに。確かにな。なるほどね。ちょっと、あと、そしたら、ちょっと残りも15分ぐらいなので。ピンクのポルシェに乗れる前園さん。あとちょっと下からちょっとゆっくり、なんかここ言っとかなきゃって思うチーム、ちょっと言っていこうと思います。あ、今治。今バーリー、はい。満了いっぱい出たんです。あ、これ全部アウト？あ、まあ引退、園田選手は引退ですけど。玉城選手も？そうなの。有馬選手も？そうなの。宮尾選手も？あと橋本英夫選手も。わあ、橋本選手は引退じゃないよね。満了っす。満了。だからどこ行くのかなってのもあるんですけど。今年の今治の補強は岡田さんが直接動くそうです。あ、でもそうでしょうね。来年は本気で昇格狙いに行くそうです。岡田メソッドがそこに使われる。なるほどね。岡田人脈。いや、来年今治俺チャンスだと思ってるんだ、結構。そうなるとどういう人が来そうだと思います先生。俺まずやっぱり山瀬浩二。ああ、言ってたように。さっき言ったけど。お前来いみたいな。あとはだから J1、J2 で本当はやれたんだけどなんやかんやあってみたいな方とかが。やっぱ来るんじゃないですか。放送席でスカウトしてるかもしれないですよ。健吾、来年今治と。マジ？って言ってたかもしれない。誰だ？そうなのよね。まあっていうところもありますよと。なるほど。さぬきさん、鳥取さん。岡田人脈気になりますね、これはね。あと岐阜。まず右下見て。はい、岐阜。あ、牧野選手、宇賀神選手。にオファー。柏木選手もいるしってことですね。そう。はい。三者式がある意味では札幌と岐阜に分かれるのかもしれないですね。なるほど。っていう流れを作れたらみたいな意図が。そうですね。取れますの？これはどうなのご本人たちは。ただ気になるのは、監督退任なんですよ。あ、そうなのか。安間監督退任なんで、だから誰来るのか次第。てかおそらくは。誰か来るのかもう岐阜だけで決まってんだと思いますけど、それでこういうサッカーやるからっていうオファーな感じらしいんですが、ただ皆さんびっくりしたことがあるんですよ、皆さん。牧野さんへのオファー金額、岐阜の神戸とほぼ一緒らしいです。そう、確かに。だって J3 に行くかねと思ったけど、多分レギュラーの保証と連邦1億ですよ、多分。だから J3 でもひねり出したわけだ。チームの顔が欲しいんだね、今。うん、だからあと牧野さんで来てくれたらどれぐらいこう例えばユニフォーム売れるかとかそういう資産も出したんですよ。ビッグボス的なね。そう確かにこれやばいよ。確かに面白くはなるかもしれないな。だから来年岐阜が門番かもしれませんね。ある意味では、ね、俺ら倒せないと J2 には行かへんで。いや自分らも行きますからこれ。まあね、門番っていうのは行かない人ですから。確かに。で門番になりながら自分たちがスーンっていくみたいな、ね。本田 FC みたいなね。はいはい。ってのもありましたね。で沼津あとびっくりがここね。はい、藤枝がやばい。藤枝はい。引退4人もいますけど、まあベテラン勢がね多いですから確かにすでに11人アウトなんですよ。ああそうですか。で4人いいんですけど、まあでもただもうちょい出てくんじゃないかなって思うから、これがちょっとやばい。監督継続ですよねもちろんね。監督は継続決定です。不動産です。はい楽しいんだって。いやそうだよね楽しいってね。そしてちょっとまあしょうがないけどまあ分かるってのが、富山は完全入れ替えですね。富山がすごく変わるってさっきねへこんでますっていうコメントあったですけど。そうですね。そうなんだ佐々木さん。ただ花井さんも出ちゃうのびっくり。これは花井さん戸高さん僕好きなんですよ戸高さん。いやそうなの。出ちゃうの。ちなみに皆さん、浜太陽選手は怪我してるんで1回っていう形にしてますので、大怪我なんで、こういう形にしてるだけですからね。なんで花井さんはどこ行くのじゃあ。花井さんまだ決まってない。花井さんはチームの中心になれる人だからね。だから、J3 チームのどっかめちゃめちゃ引っ張るんじゃないですか？これ、皆さん結構引っ張りだこだと思います、このメンバー。ねえ、だから富山も大型補強を目論んでるわけでしょこれは。いやそうだと思う。来年にかけてだって花井さん出すってことはなんかそれに変わるってことでしょ。そのレベルですよ。これやばいよ。来年 J3 だから激ヤバですよ。いやどこが花井選手取るかって結構でかいんじゃない J3。いやかなりでかいと思う。月間 MVP 全然選ばれてもおかしくないです。岩手とかもあるんじゃないの。あるかもしんないそういうパターンもねえ、はあ鹿児島とかね。そうね。まあちょっと J3 残りの順位はあんまりまだこう移動がなかったんでちょっと一旦あれしましたけど。花井は LINE メールかっていう工事さんなんかゆかりあるんですか。あそうなんですよ。そうどうなんだろうね。あとはまあ琉球ぐらいまで来ましたけど、琉球もそろそろ多分イン情報出てきそうな気がしますけどねなんとなく。あとは長崎。情報って音だけ聞いたらベン・ジョンソンにちょっと似てますね。長崎ちょっとまず一つ今日朗報だったのが、左サイドバックの加藤聖選手契約更新したので、彼の残留確定だと思います。多分ね、わかんないけどね。で、あとは、ただ、買い寄せざる選手がもしかしたらアウトっぽいのと、多分ルアン確定アウトっぽいので。ああ、そう、残念。ただ、ウェリントンハットいるから、そんなにこう戦力的なあれはないかなと思います、は。朝日上中はどこ行くんでしたっけ。いや、まだ決まってないですけど、これはもうこれ目玉でしょ。もうこれは。長崎としても彼を残せるかどうかが結構大事かなと。なるほど。確定アウトと書いてても残る可能性もあるわけね。まあそうですね。噂があるよっていうとこね。そういうことですね。これはまあ大体やったんで戻ってきて、金沢も一人元塚選手が出たかな。あと新潟かな。新潟なんで俺水戸俊介でこんなに噂があるんですか。はいそうなんですよ。今出てるのが宇賀神選手が新潟みたいな話もあって、合いそうですか。合うと思います。藤原選手がどうやらまだ去就がまだはっきりしてないっていうことなので、それだから狙いつけてんじゃないかって話と、やっぱり鹿島アウトならばっていうことでレオシルバって入れてみましたけど、ここに関しては。まあありそうではあるよね。そうなんですよね。まああとシオンがここはただね、どうなるか次第っていうのもありますから。そうですね。はい、ざっくり見ていきますけど、松本見たでしょ、甲府はだから同じっすよね、こちらもさっき、常福監督って、なんかね、報道では出てるんだけど、渡辺監督とか、ただ、この2人の監督、伊藤監督よりも高い監督を持ってくるとは、ちょっと到底思えないので、ちょっと無理じゃないかなと思って、ここが残念ながらですけど。で、大卒1、2年目組が、ちょっとごった返して、ジュビロ行くかなっていう感じが。ありますね。伊藤さんと共に伊藤さんと共にありえるかもしれない。そんなのがありますね。まあ町田もまだいいですね。いっぱいあるなと思いますけど、大宮なんかだっけ。大宮まだないかな。特にそんなにないかな。どこもがどうとかっていうね。そうなんですよ。そうなってくるとお金足りなくなっちゃうので。咲かないじゃない？でもどうなんですか？それはね。いやー、そうなんでしょうね。さて J1 に戻ってまいりました。はいはいはい。さあ、じゃあ今度福岡。残りあともうね、今喋れなきゃいけないところあと5、6チームかなと思いますけど。まあ、とりあえず、ここはあれですね。メンデス、ファンマ、ジョンマリ、グローリー、カウエ、サロモンソン。そうなんですよね。ここら辺来ちゃってるので。ただ、だから、外国籍選手一掃の代わりに、ルキアンを狙ってるみたいなので。ああ、なるほど。うん。おぉ、そういうことか。そこでレースして。ね。逆に言うと6人分の金額突っ込めますから。そうだけどさ、取れなかったらってことにもなるでしょ。そうなんですよね。クルークスは残るのね。クルークスはもう来年も3ゴールぐらいあれやってもらわなきゃいけないですから。クルークス他のチームにいてもね、遠くから決めるからね。それから他のチームの得点になっちゃうから。そしたらそうね、それがあるから。あとボランチ取るでしょうね、おそらくはね、福岡は。はい、なるほどね。まだそんなに出てないチームでもあるので。前欲しいチーム多いだろうな、前。でしょうね、前。ただ、前ひろゆき選手は、他から狙われたとしても、どんだけでもプロテクトするでしょうね。ああ、そうですよね。大丈夫だと思います。なるほどね。で、広島、こんな感じですね。ジョエル・チマ選手とかアウトになったら、どこに行くんですかね。俺、川崎ってほしいですけどね。ああ、そう。奈良選手は俺、福岡だと思います、皆さん、チャット欄の皆様。奈良選手、奈良達樹選手ね。あと広島ね、瀬古君取りたいね。頑張って。なるほど。広島はそこなんだ、補強ポイント。そこだね。あ、そうか、川辺さん。あと、いるアウト説があるので、それもあるんじゃないかなと思いますけど。なるほど。さあ、どうなるかね。こちらも気になりますけどね。で、神戸やったでしょ、セレッソね。セレッソは、これですね。菅説ありましたけども、なくなりましたから、消しますね。新宿香川ね。上条、香川。ああ、そうって感じですけど、ここは。なんかスタイル似てますもんね。なんかいい気はしますよね。なんかセレストになんかぴったり合いそうな気はかなりしますけど。ちょっと上条セレストより一番見たいかも。瀬古さんはキャーギャーの方にいいですか、これ。この2人はキャーギャーですね。確実にキャーギャーですか。はい。ああ、そう。キャーギャー。噂にというか。見たいんですがね。そうですね。というかさんは今日。シントトライデン。ポルティモネンセ。俺はイタリア系だと思いますけどね、外国行くんだったら。そうですか。見たいですね。そうですね。っていう話が回るよね。キャーギャーね。はい。で、次、ガンバと。ガンバは、今こうですよね。もういわゆる、バンキシャの方がすでに公言されてるので、ミサオ、エドワルド、樋口、ユタは狙ってるよと。で、あと、なんか、わかんないけど、こんな話があるらしいですね。町田浩樹という。町田浩樹、おお、ガンバ。ああ、取れますだって。いや、無理だと思いますけどね。意味がない。誰にも得がないなって思っちゃって。だから、分かるのは、もしミサオがダメで、エドゥアルドがダメだったら、次狙いに行くって意味だと思うんですけど。なるほど。ないと思いますね、ここは。ありえない。噂のところじゃない。入れ口上ちゃんと入れてたか。あとは、谷君がね、なんかドイツ行っちゃう話がありますけど。ああ、そういう意味でってこと？そうですね。シュッチュガルチュ？シュッチュガルチュじゃなくて、ジュッシェルドリフ。ジュッシェル、そう、いつも間違っちゃうんだよ、その2つね。そうなんですね。そうなんですか。はい。で、続いて、ニャゴヤ。ニャゴヤさん。はい。なんか気になってんのは、僕はマッシモなんですよね。マッシモ。俺気になってんの。マッシモ動かないでしょ。じゃあ俺ね、すげえ気になってんのが、俺ここなんですよ、一番気になってんのが。何ですか？稲垣が出る意味がないんですよね。出るんですか？稲垣出るんですか？なんか稲垣選手が、なんかね、稲垣オファーがあるんです。東京とか鹿島とか何チームか。でも、その行く意味があんまりないんですよ。だってめちゃくちゃ高いんですよ、今稲垣さん。1億ぐらいするんですよ。本人が行きたいとか出ない限りってことでしょ？でも、行きたい、今年こんだけ取ってって話で。ちょっと気になってんすよ、ここだけ。なんでこれ？わかんない。あとね、プラスね。マッシモなんだこれ。いや、だから、俺なんかこの2人で移動するとかねえかってちょっと思ってるところもある。わかんないけど。わかんないよ。なんでよ。わかんない。いやでもなあ。何かが起こってるんですかな。どういうことですか。わかんないけど。わかんないけど、俺ちょっともう言葉で言うのもやめるけど。うん、わかんないけど、わかんないけど、文字だけ読んどいてください、皆さんね。わかんないけど。なんか知ってるぞ、この人。わかんない。全然わかんないんだよな。次行きます。続いて清水ですね。ちょっと奥座敷の方でまたね。続いてが、ここね、噂のアウトで権田さんってのが皆さんあったんですけど、そうだね、マッシュも来年もやるみたいな感じでセレモニー言ってた、俺見たもんだって。で、ちょっと今消しちゃったんだけどさ、皆さん、知ってんだって。権田さんが、アウトなくなりましたね。あ、そうですか。いや、セレモニーのご挨拶見事なの見てたら、権田さんはもう出ないっていう感じでしたけどね。要は、東京が今回ゴールキーパー2人にオファー出してたらしいんですよ。権田くんってのと久保くんってなるほど、久保取れちゃったからってこと。そうなんですよ。ああ、そうで、あと権田さん高いんすよね。年俸もあるんですけど、ポルティモネンセから買い取らなきゃいけないので、2億っていうか合計だから3億4億必要なので、結局彼一人にそんなことやってる余裕ないでしょ、さすがに。だないと思うってか、とりあえずだからなくなったので、基本清水ですね。で、仮にでもなんやかんやあったとしても、そもそも永井さん、大久保さんっていう頼れるゴールキーパーがいるのと、あとは梅田君っていうね、今岡山に行ってるのもいますから、そうかそうかそうか、だって大丈夫だと思いますよと。あと気になるのが来年の監督ですね、ここも。で、あとちょっと清水もちょっと他別途手に入れた情報がいくつかありますので、ここも公開ますと。あ、じゃあじゃんけん。はい。清水もなんかある。なんか来年ね、誰が来るのかって話いろいろありますから。これはあれだな。2回だな、奥座敷今月は。今月皆さんお得ですよ。メンバーシップが。瓦版みたいな。はい。ということですね。はい。湘南、あともう 2、3 チームで終わりますね。湘南はまあだから谷君、美月君、杉岡君ってところですけど、ただその代わりスイスから若月大和選手が戻ってくるんじゃないかって話がありますので、ただ山崎亮があと名古屋から取るみたいな話があるんですよね。あ、なるほど。そうだから買い戻しっていうか、戻ってくるみたいな。そうそう。あと水沼孝太って説が皆さんあるんですね。いや、そうですか。楽しそうにやってんだけどね、途中出場が多いけど。そうなんですよね。あとなんか皆さんがなんかいっぱいコメントくるんですけど、田中聡川崎なんじゃないのって話あるみたいですけど、言ってますね、みんなね。行くなら直で海外行ってくれよ田中聡って僕は思います。本当にオファー一個も来てないんですか、湘南さんってもうちょっと思いますね。なるほどね。なんとなくですけどね。横浜市見たから、あともうちょっとで終わりますね。で、まあ、マリノスはまあ大体話も、今日やらずとも、そんなに更新されてないんであれですけど、扇原移籍なのでね、その部分、ボランチ多分誰か一人取るでしょうってのと、あとは大然抜けるわけだから、大然あと水沼孝太が危ないわけだから、そこ誰か取るでしょうっていうところがね、ありますから。だいぶ変わりますね、フロントマン顔がね。めちゃくちゃ変わりますよね。樺山戻るんですか。樺山、山田康太がどうなるかですよね。帯君がとりあえず一旦戻るって話がありますね、栃木から。ただやっぱ監督変わるチームに関しては戻る可能性高いと思うし、監督変わらないところはそのままって可能性も高いんじゃないかなとちょっと思いますね。どういうこと？そのレンタル先が？そう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 。これ入れ忘れましたね、確かね。仙台の西村拓磨選手、このチームの話ありますね。ああ、これは欲しいでしょうね。CL ありますからね。確かにね。なるほど。思いますね。マケチャさんもね、おっしゃってますけど。ねえ。で、東京と。東京。はい。東京が、渡辺剛がほぼ確定アウトですから。で、アダイウトン残留決定。キャーギャーですか？コルトレイクですね。ああ、そうか。はい、もうほぼ確定です。コルトレイクってどこですか？ベルギーです。ベルギー。ただ残念なのは、なんと移籍金ゼロです。ああ、そうなんだ。今月で満了なので、来月か。で満了なので、0円移籍になっちゃう。これはだからちょっと東京さんとしてはちょっと痛いところはあったかなと。なるほどね。で、権田さんは撤退したので消えますと。ゴールキーパーのところに薬物オビク選手が来ますから、まあ、旗の尾は野沢どっちかは確実に来年レンタルなのと、やっぱ林選手は移籍なんでしょうね、そうなってくるとね、やっぱり。と思われます。なるほど。はい。あ、で、忘れてた。で、渡辺通信移籍だからで、あと、おまわりアウトか。おまわりはアウトが出たから、はい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 、鳥栖のエドゥアルドさんを取ろうとしてるよって。田川さん出してしまうんだ。田川さんもどうやら出るんじゃないかって話がありますね。まあ、出場機会を求めてっていう形になりますね。ここは。なるほど。だここマリノスとか名古屋とか可能性あるんじゃないかなっていうのは思います。ああ、そうですね。で気になってんのがレイソルですね。今日は歌詞まで終わりですか、こうなってくると。キッコーマンの、スパチャだけ読んでないから読んでいい？ああ、OK です、ありがとうございました。500円。谷井選手はワールドカップを睨んでレンタル延長からの海外が一番リアルかと。俺もそう思いますね。行かないで。ま、行ったら行ったで。他から若手を借りパクだけど。旗のにロックオン。バカ野郎。ちょっと二角さんみたいになりましたね。今日も飲んでるのかな、ヒコ。あ、そういうことですね。ただ皆さんレイソルがね、気になるのここね、クリス・ヒシャ。クリス・ヒシャ。なんかアウトっぽいんですよね。クリスチャーノ帰っちゃうのかね。ね、なんかそんな話があるみたいで、ちょっとここ気になるところではあるんですよね。栃木かな。ただ柏はちょっとね、プロテクトっていうか情報統制が超激しいのであんま出ないんですよ。ああ、そうですか。そうで、浦和もやったから、じゃあ今日ラスト1チームですね。皆さんほぼ時間通りに来たかと思うんですけど、鹿島ですね。鹿島、そうだ、鹿島やってなかったね。そうなんですね。因果奥座敷案件だと、はい。どういうことですか。鹿島は奥座敷案件です。大谷翔平でも取るんですか。大谷、書いておきましょうか。やめなさいよ。やめなさい。因でなんかそういう内緒話がある。いや、っていうかこれ予想でしかないんですけど、仮にの話ね、仮にっていうか俺報道があまりにもおかしいんですよ。はい、バイラー取ろうとしてるんですよね。皆さんバイラーって知らないと思いますし、僕もそんな知らないんですけど、僕ミルアカで監督の話したと思うんですよ。2週間ぐらい前にロックオン監督編の最後で、実はブラジル路線じゃなくてヨーロッパ路線が多くなってきますよっていう。で鹿島がそうなんですよ。なんかそっか、そうブラジル人監督じゃない監督で外人はいないんだもんね、今まで。そうなんですね。でだからそうなった時にただ来れないじゃないですか今ね。だからまあちょっと何人か他にも書いた方がいいんですけど、こういうことですね。ロティーナ、マッシモ、ポヤトス、でないけど国内外国人監督を持っていこうとしてる。新規で取れないんですよ。新規の監督来れないんだから。でも相馬監督は退任されるので、そうだからありえるかなと思ってる話としては、そもそもの話が今そのバイラーさんって出てたのが、そう昨日おととい出たんですけど、あれが11月とか10月の話なんだったら俺分かるなと思って、だから鹿島は本当は違う方のヨーロッパの監督誰か連れてくる予定で、その時だから僕もいろんなチームがヨーロッパ行ってたこと知ってたからかなって思ったんだけど、正直新規の外国人が来れないじゃないですか。ってなったら、そういうご情勢にならなかったらバイラーっぽかったんだ。そうだけどそれが厳しいから、じゃあ新規じゃないヨーロッパ系の人だったらありえるかなと思っていて、だロティーナだから強奪ですよ。要は強奪的なことですけど、ロティーナ、マッシモ、ポヤトス、リカルド、あとはじゃこれも入れましょうか、シュタルフ。ああ、ユーキ・リヒャルトさん。ヨーロッパ系ですけどね。そう。千葉。この辺りの方が、だから可能性はありますよね。要は。っては思います。あと、どうすんだろう。っていう話が、奥座敷案件。あ、秀行さん、ありがとうございます。皆さん、これ今、マーさんにも初めて言うことなんですけど、俺言えないんですよ、どうしても。何人かね、代理人さんが聞いてるんですよ。代理人さんがこのマンデーライブを先生に結構お話をしてくれることがあると。そうで、プラスだから俺余計なこと言えないんですよ。逆にね、知りすぎた男みたいなことになっちゃうから、ね。そう。そうなんですよ。怖えのよ。監禁されちゃうからね。怖え、そうなんですよ。っていうことなので、だ細かい話は奥座敷の方で。アルベルトが実は鹿島だったりして、てんてんてんなんです。だからみんな怖いんだけど、だから、これどう言っていいかわかんないですけど、だから動画、遺跡系の動画出した後とかで、急に俺のツイッターに DM で、代理人さんから急に連絡来たりするんです、たまに。怖いのよ、だから。ああ、なるほどね。どこでそれを知ったのかね、罪はって言って。そういう感じ。先生が代理人な可能性もあるからね、俺はまだ否定しきれないとこあるからね、これね。冗談ですけども。そうなんですよ。そうですか。はあ、いろいろ。ちょっとおトイレ行ってきていいですか、私。行っていいでございます。こればっかり代理人に行ってもらうわけにいかないんで、ね。いや、そうですね。いやいや、ということでございます。なんだな。失礼します。いやということでございました。さあね、だから誰がどう来るのかってことは分かりませんけれども、代理人と言いまとめが先生、そんなことはないです。そんなことはないですよ。消息途絶えたら犯人を必ず見つけて、よろしくお願いします。何かあったら、急にね、私が魅力更新しなくなったらそういうことなのかなって思っていただければ大丈夫ですよ。大丈夫。すいません。ありがとうございます。メンバー入って、アクアさんありがとうございます。大丈夫だと思います。そこら辺はね。まあだから時間できるとか今週末とかね、なんかできたらいいな。樋口どこ行きそうですか？俺は柏だとは思ってますね。可能性高いのは。で、あとだから、そうなってくると、若手っていうか、J2、J3 の皆さん的にはなんですけど、J1 がはちゃめちゃに起こるんですけど、最後にこれ、表紙に隠れてることがあるので、後でちょっと話しますね。そういえば。なんか湘南谷区抜けたら、それこそ前川、飯倉、どっちかにオファー来そうじゃありません。あるとは思います。だから俺は言ったんです。俺は大体、ロックオンで話してますからね。でね。まあさ、戻ってきたらね、ちょっと細かく話そうかなと思いますけど、奥座敷前段みたいなところ最後に話して終わろうかななんて思いますけどね。中原さんもありがとうございます。いっぱいね。これアーカイブでね、もしかしたら、聞いていただいてる皆さん的にも、なんだそれで奥座敷ってなる人もいるかと思うんで、下にね、メンバーになるってボタンがある、そこからメンバーシップやりますので、ちょっとなかなかシーズンの最後の方とか、ちょっと私たちも忙しくて、ちょっと奥座敷をこう、頻繁にやれなかったなってのはあるんですけど、メンバーシップ、基本は、月1ぐらいなんですが、プラスアルファのコンテンツもたまにやるってところが不定期ですけどあったりするので、そのあたりもどうぞよろしくお願いいたしますね。どうぞよろしくお願いいたします、本当に。おいくら万円？いや、一応ね、約1000円みたいな感じになってはいるんですけど、全然1回で抜けていただいても全然大丈夫ですよ。アーカイブもありますので、まあ入ったら抜けてみたいなところでも全然いいですから。でも一緒にこうなんかね、やっぱ俺的にはこの、サッカー業界にこう、片足突っ込み始めてから、こういろいろなんかね、へーって思ってたことが、内容がこうやってライブでも動画でも、奥座敷とか、あとリアルのトークライブとかでも、ただ単にいつも自分が考えてること、思ってたことをそのまま話せるだけで楽しいなってところがあるので、そんなね、仲間が増えてくれれば本当嬉しいですから、皆さん引き続きどうぞよろしくお願いします。うんってつけてくれよ。何の話してたんですか？いや、今ね、メンバーさんが。内緒話してたんですか？僕に聞かれちゃいけないような。みんな内緒だよ、さっきの話は。したのに。まずそれはそうと、メンバーさんが何人か増えていただきました。ありがとうございます。でね、ちょっとマーさんにもなんですけど、皆さんこれ、僕、表紙にもういろいろ答えを言っていて、これね、今年ね、ちょっと遺跡業界が特殊です。はい。普通だったら、正直ほら、50、まあ、いわきも入れれば58チームあるわけじゃないですか。そんなになりますね。だから、例えば、1チーム1人とか2人とか、まず手当てれば、まあ、100人ぐらい一気にこう、バンって出てきてもおかしくないんですけど、実は皆さん、いっぱい出てるような感じでおきながら、これ、あんまり実は出てないんです。遺跡、今の段階で。そうなの？氷山の一角的な？そうなんです。というかね、今年、選手も監督も、あらゆるいろんなチームが同じ人に向いたんです。だから、要は、片野坂さんっていうのも、今、なんかガンバだけのように見えるかもしれないけど、みんないわゆるドラ1に集中した年なんだ。集中したんですよ。はい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 。だから樋口雄太選手、はい、そう、うん、上條選手、うん、片野坂さん、ここら辺にもういっぱい来すぎて。なるほどなるほど。それでだから結局そこでドラ1自分たちがダメだったって分かって外れとか、うん、次のドラ1見つけに行かなきゃいけないじゃないですか。そんな感じの年になってるんです。はあ、そうですか。そうで、だからこれからもしかしたらよりいっぱい出てくるかもしれないんですけど、うん、それはなんでかっていうと、うん、ドラ11回やってダメだったで、なんとなくこれ野球とかもそうですけど、うん、1回やってみてみんな集中したってなったら、あれ俺らもしかして今年みんな同じこと考えてねえか、うん、なるほどね。だから、ね、次のドラ1は、うん、本当1位は1人しか入れられないんだけど、うん、3人ぐらいに手当たりしたらちょっとポッと声かけなきゃいけなくなった。だからそれらへんの情報がひっきなしにバコバコやってくる可能性があるので。そうか、じゃあもうそうか。ダメ元で行くパターンが増えてるのか。そうです。だからなんか今なんかメディアさんとかもそうだし、あとなんかいろんな YouTube チャンネルとか、あと Twitter さんとかでなんか移籍のこと話すとかめちゃめちゃ多くなってるらしいんですよ。それはもしかするとほとんど正解かもしれません。だけどそれはたらたらこうポンポンって声かけただけのところさえも拾ってる可能性があるから。なるほど。何が正しいか何が違うのかすらもう意味わかんなくなってくると思うので、まあでもそれがね、あでもねこうでもねっていうのも一つのこのシーズン、そうなのよ、楽しみだったりもしますから。まあさ、皆さんミルワカでは確定情報をデータを踏まえた上で、これからさらにこういうね、まあこれまだサンプル版ですけど、通信簿みたいなのを踏まえながら、だからこの項目足りなかったからこの選手取りに行くんだよみたいな話もやりますから、お待ちください。エビデンスをね、エビデンス探偵がやらせていただきます。エビデンス探偵がドジのワトソン君を引き連れてね。わかりました。はい。なんで引き続き皆さん、ミルクサッカーアカデミーどうぞよろしくお願いします。よろしくね。あった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 。鉛筆足に落としちまった。はい。よろしく。まだちなみに金曜ぐらいとかってお時間ありません？なんですか金曜、どうしたんですか？いや、なんかせっかくだから奥座敷ちょっとチラッとやろうかなって。金曜はね。1時間ぐらいさっとこう。木曜か。木曜と。今週でしょ？先生。はい。ガラ空きです。やりました、皆さん。よろしくお願いします。皆さん、12月ここに書いちゃおう。9日ね。はい。12月9日。はいはい。奥座敷でお会いしましょう。9時でいい？七森さん入ってくれてありがとうございます。ありがとうございます。奥座敷、今月の1年、奥座敷1年。はい。楽しみだな。いや、今聞きたいもんだってね。よろしくお願いします。はい。1時間ぐらいね。1時間ぐらい。あるのバカにしやがって。ねえ、もうパンパンですよね、先生ね。パンですからね。パンパンやで。マーさんのお腹とマーさんのスケジュールはパンパンなんだよ。パンパンやで。パンカチカチやぞ。こんなこと言ってるんじゃダメですね。ありがとうございます。はい、ということでございます。皆さんありがとうございました。今日もお付き合いいただきました。先生もありがとう。ありがとうございました。先生はね、すごいやってるんだよ。毎日のこのパワーポもね作ってるんだからみんなね頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございました。おかげで楽しいシーズンでございましたし、ありがとうございます。なんかやっぱりミルワカずっと見てるじゃないですか僕って。はいね。視聴者みたいなもんじゃないですか。だからその移籍の時の選手もね前より全然わかるし特徴もさ、ありがとうございます。で移籍の傾向なんかもずっとここ見てるとさ面白くなってきますよね。あ、ということは誰か取るのかなとかね、先生がよく言うやつ。あ、なんかわかるな、あ、ここに志村さん欲しいのわかるなとかね。いや、ありがたいね。そういうね、エビデンス井上みたいなところも出てきてますんで。ね、いや嬉しいな。だからそういう人をね、こうみんなでこう一緒にこういろいろこう喋っていけたらなと思うので、そういう仲間がね増えてくれたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。引き続き皆さんよろしくお願いします。はい。じゃあこれから収録して明日の動画ね撮りましょう。はい。またこれから我々は明日の朝と明後日の朝の動画を撮ると思います。よろしくお願いします。奥座敷はとりあえず1回目は木曜日ということで。またね、ありがとうございました。それでは皆様奥座敷じゃないや、マンデーライブまた来週月曜日にお会いしましょう。そしてミルワカは毎日やってます。チャンネル登録よろしくね。そしてサブワカ休み時間ラジオも毎日出してます。ミロアカ虎の穴チャンネルで検索して、そちらもチャンネル登録いただけると嬉しいすでございます。それじゃあね。じゃあね。さようなら。キンコンカンコン。手の上、線の上、手の上、缶の上、ワンの上、ツーの上、スリーの上、谷の上、谷の下、谷の横、谷の後ろ、井の上。今日もすいませんでした。やっぱり「い」の上で終わるんだな。チラ。さよなら。あ、高評価ボタンを押しといてください。お願いします。高評価ボタンを学生の皆さんにお知らせいたします。放送は終わりましたが、言い忘れたことがあります。高評価ボタンを押していっていただけると嬉しいです。ありがとうございます。最前列受講生よりお知らせです。高評価を押していただけるととても喜びます。ありがとうございます。それでは下校に気をつけて、青竹屋みたいになってんだ。下校に気をつけてお帰りください。ありがとうございました。ミルクサッカーアカデミー、また来週お会いしましょう。さようなら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 。